残酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気な瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが愛の使者、夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる、世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう理由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみが そして始まる、抱きしめた命の敵、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る、女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ。はい、どうも、あ、振り返ってきました。新年初の歌で、残酷な天使の手でね、去年の末の紅白で、出てたんでね、歌ってみましたね、さて、記念第1回ライブ配信やりましょうかな、ね、帰宅配信で、ね、振り返ってきましたね。ただ昨日はね、滑落しまくったね、一人滑落祭りだったね。よく YouTube ってあるよね、一人なんとか祭りって。僕の場合はね、一人滑落祭りだったね。初め1回目滑落して、まあ早、戻ろうと思ったのその時の、またその繰り返しで、ほんと一人滑落祭りで、ね、もう大変だったもん、全身打撲って感じで。でもなんとか来てからね、よかったよね。一人滑落祭りから振り返ってみて、なぜやろうか、一人滑落祭り面白いな、ほんとよく言うよね。今 YouTube なんか見てると、一人なんとか祭りってあるよね。そんな感じ、僕の方は一人滑落祭りやだね、ほんとね、ほんと痛いよね、ほんとね、痛い祭りだ。やっぱね、昨日ぶつけたって知ったとか、ね、やっぱね、朝方だったらね、やっぱね、晴れてきたら少しね、やっぱりね、やっぱり時間経つんだよね、晴れるのね。朝方だから、何時間だよ、10時間ぐらいかな。ただ晴れてきたね、まあしょうがないね。結構、すりまくったからね、父さんぶつけたしな、しょうがない。ああ、気をつけなきゃな。なんか、クラトク来ても、とはかけずれんな、メイン、あれ、西尾根と来たってメインの登山道じゃねえからさ、ね、道がよくわかんねえんだよな、直すね。クラトクはね、しょうがないね。でもなんか、あれはいいな、なんか、コントね、クラトク行きのとこの、あそこのところ、バス停近くに温泉があんだよね。いいな、でも1000円でタオル、石鹸付きでね、今度帰りに入ってもいいね。今度入ってみようね、クラトク行きから降りたときね、あそこの温泉ね、鶴の湯だっけね。さて、YouTube でやってみようかな、ライブ配信ね。ワイマックスはないからね。ワイマックスは去年いっぱい終了。僕は何も新しい買えなかった。無制限プランなくなるんで、それとともにワイマックスじゃなくて、あれ、ネクストモバイルだ。ワイマックス無料。だから今ワイマックスだけね。ワイマックスだよ、ね。ワイマックス。ネクストモバイルはもう終了ね。したからね。立ち行こうぜ。無事に帰宅しましたところで行きましょうか。自己生存確認2021年、22年だ、2022年で、ね、1月だ、1月の2日か、日曜日。
1月の2日にじゃまだ明日も休みだ。あと3、4、5、3日休みだ。飲んでるしようね。朝はね、うん、日曜日。あと3日間休みだ。飲んでるしよう。はあ、結局、本当はね、山の方を先頭まで2泊する予定が1泊目でもう寒くて諦めたんだ。何度も言うけどね。もう寒くてやってらんねえやって感じで、やるね。で、でも、次の日下山途中に、ね、下山し、かそらくしたがためにね、ああ電車に間に合わなかったので、もう一歩来た感じで、ね、じゃあやろうかな、今日の。ああ、柔らかな風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す。幾千の出会い別れすべてこの星で生まれて、すれ違うだけの人もいたね。分かり合えないままに慣れない街の届かぬ夢に迷いそうな時にも暗闇を駆け抜ける勇気をくれたのはあなたでした。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、言葉では伝えることがどうしてもできなかった愛しさの意味を知る。あなたを幸せにしたい胸に宿る未来図を、悲しみの涙に濡らさぬよう紡ぎ合い生きてる。愛の始まりに心戸惑い背を向けた夏の午後、今思えば頼りなく揺れてた若すぎた日々の罪、それでもどんなに離れていてもあなたを感じてるよ。今度戻ったら一緒に暮らそう。やっぱり二人がいいね。いつも孤独を背負う人々の群れに佇んでいた。心寄せる場所を探してた。出会うのが遅すぎたねと泣き出した夜もある。二人の遠回りさえ人知らぬ人生、傷つけたあなたに今告げよう。誰よりも愛してると絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、言葉では伝えることがどうしてもできなかった優しさの意味を知る。恋した日の胸騒ぎを、何気ない週末を、幼さの残るその声を、気の強い眼差しを、あなたを彩るすべてを抱きしめてゆっくりゆっくりと歩き出す。柔らかな風が吹くこの場所で。はい、どうもね。今回はハウェバー歌いました。どうも。はい、ブルーさんどうもね。はい。ネスさんどうもね。バターさんどうも。無事帰ってきたよ。はい。さてね、無事帰ってきたんでね、こんな感じでひとまずの配信ね。まあ帰ったら、ね、いつも通り夜はやるからね。今日はね。さて、一杯飲もうか、早速ね。一杯飲もうかね。さて、今日はね、天ぷら買ってきた赤札のね。どうもね、レトさんどうも、レトロさんどうもね、どうもね、エサスリさんどうもね、無事帰ってきたよ、滑落しまくって無事帰ってきた。あどうもね、レトロさんどうもね、うん、化粧はしてないよ、うん、さて、今日の一杯飲もうか。今日の一杯。振り返ってよかった、よかった。どんなことを思った、本当に。
あでもよかったな、すごい滑落だったからな。でもよかった、なんとか警察を呼ぶことなく一人で這い上がって帰ってくれて。不幸詳細はそれだよね。最悪は警察に呼ぶことになっちゃうけど、それはなかった、なくてよかったよ。一人で這い上がって思ってた。よかったよかった。ライブ配信ですよ、これ。どうも、高橋さん、どうもね、ライブ配信。ただ、今日の一杯。すごいな、滑落のやつがね。やっぱりね、こんな風に吸ったところがね、だってね、吸ったところは。こんな風に見えないかな、吸ったところ。こんな感じだって大事よ、やっぱり。吸っただけね、こんな感じだ。こんな感じ。見えないか。こんな感じだって。こんな感じ。こんな感じ。両方そうだよ、こんな感じ。でも、こんだけならよかったよ、この精度で。この精度で。どうも。そうみたいね。腹黒ちゃんだからね。だって、今日は。ハイボール飲もうかな。いつも同じハイボール。大衆酒場の梅割り飲もうかな。大衆酒場の梅割りで。天ぷら買ってきたんですね、赤札堂で。1個73円と、レンコン2枚。レンコン2枚とナス2つね。ナス2枚。レンコンとナス。レンコンとナスの天ぷらで1個飲もうか。レンコンとナス。滑落しただけよ、滑落。滑落よ。滑落。どうも。ライブ配信、これライブ配信ですよ。じゃ天ぷらね。天ぷら。醤油かけて。醤油でちょこっとかけて。ナスとレンコンの天ぷら2つずつ。ちょこっと。こんなもんでいいや。ナスのレンコンの天ぷらいいね。そうね。目はいっぱいあるよね。ハイボール。これはいい。はい、乾杯ね。あ、ヨウさんどうもね。レンコンの天ぷらか、いいね。レンコン歯ごたえがあっていいのよね。あ、ゆうちゃんどうも。そうね、それは怖いですよ。誰でも怖いですよ。考えるよ。でもね、じゃあね。ナスね、ナスの天ぷら。
M さんこんばんはね。あ、 B で、あ、 B ちゃんか、 B さんどうも。そうよ、天ぷらで一杯ハイボールで。朝は味噌汁だけ飲んで起きてきたよ。味噌汁だけ飲んで、あったかいやつね。あれもよかった、あそこね。あそこね、ナスの天ぷら久しぶりだな。滑落しなかったらね、3日というかでまたねキャンプに行こうと思ったんだ。焚き火キャンプにね、しょうがないね。2日に降りてきてね、ね、1日に降りてきて、2日のうちに墓参りあげて、成田さん行って、3日4日でまた一泊でキャンプ行こうと考えたけどね、考えたんだね。そう、うん、朝は食べてないよ、寄らなかった。お茶の水寄ろうと思ったけどね、めんどくさくて帰ってきた。アウトドアガーリー、荷物しょってからさ、お水とか寄るのめんどくさいな、ほんとね。お店はね、寄るのね、めんどくさい。今日でっかいバックパック抱えてっからさ。うん、でもあの滑落、いい方に考えたら、あの滑落のおかげでさ、あの山の形が分かった気がする。カソリアクってあそこ降りて、ああやって歩いてきて、あそこに着いたんだもんな。うん、ああいうこともね、ああやって起きたおかげでさ、あの奥多摩の辺の山の形が分かってきた感じがするよ。ロンさんどうも。今日あります、夜はいつも通り。うん、そうはないよ、まあ、うん。いや、昼でもいつも通り夜やるよ。ね。明日さ、成田さんに初詣に行こうと思うんでね。どうその後また町に来て。いわきも行かないとな、誰もいないからな。いわきは30日に夜こっち戻ってきたんだっけね。違うか、昼間ぐらいか、ね、だから町田にも空けてる時間も長いからな、どっちも帰んないと。家は人住まないと思うね。なんか親は死んだ後ももう 2年ぐらい経つけどさ、大丈夫、こまめに帰ってっから。あ、滑落です、滑落ね。登山道踏み外してね、大きかったけど。怪我なんてさ、歩けるまで行かなくていいんだ、どうせ。事故の場合はほとんど病院医者だってやることないんだから、ほとんど症状見てさ、ほら打撲とか骨折でさ、普段の生活した方が治りが早いんだから、ああいうのって打撲とかみんなどうよ、うん、よほど動かせない場合じゃないかし、動かせる人は動いてた方がいいわけね、普段通り、その方が治りが早いんだよ。あれ病院行ったところでさ、医者のやることは、あら、こういう症状だって言うだけなの、何もできないんだからね、病院行ったところで。怖いけどしょうがないね、うん、骨折もそうよ、あんなもん普段の生活した方が治りが早いんだよな、ね、よほど治り子よね、入院したり医者が力になるのはさ、もしくはよほどの大き子か死に近い方ね。それは医者に行かないとね、うん、軽症だって逆に行かない方がいいんだよ、ほんと軽いだったら逆に。医者だってやることないんだもんと。ただ見て、あ、こういう症状ですねって言うだけなんだから。そう、だいたいわかるよ、だいたい。この程度だったら大丈夫だって。医者行ったところで症状を見て言うだけなんだから。やりようがないんでしょ、だってね。今の医学は所詮その程度なんでしょうがないですね。うん、まだ進め、まだもっと医療が進めばね、いいんだけど、まだ途中だからね。こ
これ大丈夫、今のユリオってまだまだ未開なとこ多いからね、これ忘れないように。意外とね、最先端ユリオっていったところでまだまだ人間のやってできることが限られてるからね。で、最後のレンコン行こうか。おう、うん、あ、人間そうだ、うん、自然治癒力もともとあるの、それ超能力じゃない。今一部のメディアではさ、自然治癒力的なことをさ、超能力みたいに言ってるとこあるけどね、あれもどうかと思うさ。超能力とか言ってるのあんなもん、もともと人間が備わった力だからさ、なのでもともと持ってる力、ね、分からなかっただけで僕はそう思う、うん、あとさ、よく言うんじゃん、あれさ、医者に見放されてさ、通り島に行ってさ克服したって、あれはさ単に見立て機械だと思うんだ、ああいうのって。よくそうじゃん。がんとかでさ、余命何ヶ月く行って言われたんだけども、その後何年も生きてるって、それはただの医者の見立て機械だと僕は思います。うん。医者の見立て機械。ね。医者でも見放されたって言ってくれた、ただの見立て機械だと思う、僕は。ある種の医療過護的なもんやつだと。本物で、あ、どうも、ビームさん、どうもね。滑落かっちゃん。昨日も言ったようにね、最初に活躍は御嶽山から大塚に行くときね、今回のあのテント良かったんだかな、青いテント初めて使ったんだけどね、ダブルはやっぱりいいな、ダブルはいいね、やっぱシングルのさ、あれなんだか違ってさ、あれギフトシティ12とはな、結露がすごいもんな、あれな、なんだっけ、シングルもよく言うな、なんだかあれね、あれね、あれはね、シェルターだっけ、シェルタータイプになったらね、軽いけどね、それだけだもんね、やっぱりダブルはいいよな、結露したもんがさ、ちゃんとね、 あれ名刺の外に落ちるからさ、何度言ってるようにね、あれシェルターもさ、シングルだからさ、冬場なんかさ、結露したのがさ、風が吹くと膜が揺れて室内に落ちるから、それがだいぶいいよ、おめでとうね、うん、ももさん、どうもね、今日2日だよね、滑落しただけ、滑落したったよ、滑落。クラトグキンの下の方で。じゃあストックが役立ったら、ストックがね、あれで、あれをなん使いながら何度か這い上がってきたよ。ね、あれ持っててよかったわね。でもいい思い出だ、今日のも。昨日何食べた、もうやってないんだろうな、映画館ね。昨日何食べた。結局行ってないよ、僕。なあ。昨日何食べたね。うん、起きるとこまで起きてないんだよね、うん、起きるとこ、あれ奥多摩湖沿いのさ道路だよ、起きるとこまで、まだ山の中だったからな、うん、だいたい山っぷのあの地図を見るとだいたい道路が700メートルぐらいのとこね、結構だから何度か感じたね、ほんとね、感じたけどね、大丈夫だった。
死んだら死んでもずっとね、それは忘れないでね。カズリコさんの配信で生存確認配信がなくなったら死んだと思っていいからね。あれ生存確認の一環だからね。いつか死ぬんだからしょうがない。死んだらおめでとう。それはそれないね。カズリコさん死んだおめでとうってことでね。もし生存確認なかったらね。どんな人間も死んでおめでとうよ。うん、この世界でさ、いいことした人と悪いことした人、いろいろいるだろう、ね。全部含めてみんな一緒だと思うんで、僕は。死んじゃえば。うん、この世に生きてこそだからさ。ね、死んじゃえばみんな一緒、何をした人も。ね、犯罪を起こして死刑になって死刑確定した人もみんな一緒だから。ね、死んじゃえば、うん。そういう意味で僕は死刑はいいと思います。うん、そういう意味で僕は死刑は賛成論。ね、死んで人間は同じになると僕は思うんだ。どんな人間も。そういう意味で死刑は大賛成よ、うん、そういう意味で倫理的に僕はいいと思うんだ。生きてる人間はさ、対等になれないからさ、死んでみんな対等になる。それは僕の考え、ね、もう差別殺人して死刑になって死刑確定して執行された人もみんな一緒。それは忘れないでね、うん。じゃあ今日はこの辺で、ありがとうね。また今夜の生存確認でお会いしましょう。今2時半ちょっと前か、半過ぎ回ったとこか。ありがとうね。初代さんどうもね、熱さんどうもね、ビームさんどうもね、ももさんどうもね、バターさんどうもね、平人さんどうもね、バターさんどうもね、ロンドナさんどうもね。じゃあこの辺でね、歌はじゃあ最後これ歌おうか。最後の歌、最後はこれ歌おう。昨年の紅白でも歌ってたんで、これ歌うね。昨年の紅白に歌ってた。ね、残酷な定時の定時で締めようかな。残酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気な瞳。だけどいつか気づくでしょう、その背中にははるか未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる、世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう理由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる、抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る、女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで、思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。はい、じゃあ今回はこの辺であるね。どうも、まあ、すいません。じゃあまた今夜ね。じゃあまたね。はい、またね。またね。また今夜ね。会いましょうね。じゃあまたね。ありがとうね。ありがとうね。終わります。その前にいつものこれ、今年の最後は上を向いて歩こうで。上を向いて
歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜、思い出す秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように、泣きながら歩く、一人ぼっちの夜。はい、ではまた。